はい、どうも、てかでーす。はい、というわけで今回は9月1日追加2023年シリーズ26名能力チェックやっていきます。はい、というわけでね、9月1日にシリーズ2が解禁されて S ランクに関しては先発とワールドスターが追加されました。で、その S ランクの追加の裏でね、A ランク、B ランク、C ランク、D ランクとね、1人ずつ追加されてるんで、今回はね、下位ランクについても能力チェックやっていきます。で、下位ランクの選手が S ランクで出た際の暫定能力に関してはこちらの表を使って検査することができます。なのでね、この表に書いてある数字をそれぞれの能力のところに足していただけると S ランクの暫定能力になります。で、藤波選手と村上選手に関してはね、すでに別で能力チェックやってるんですが、もう一回やっていこうと思います。というわけで9月1日追加2023年シリーズ2 6名能力チェックやっていこうと思いますが、その前に今年は年内チャンネル登録者数5000人を目標に活動していますので、ぜひとも応援の高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは能力チェックやっていきます。どうぞ。はい、というわけでまずはワールドスターの方からね、能力チェックやっていこうと思います。というわけでワールドスター藤波さんが初登場となりました。で、能力に関してはね、TS と同じで9位から81、57、85の完全スタミナ型のデフォルトで9位スタミナ A となってます。で、投手適性が先発のみで球種に関してはこんな感じでツーシームフォーク持ちとなってます。で、さらにストレートに関しては TS 同様にシュート方向に動きます。で、回転に関しても TS と同じです。というわけで今シーズンからね、動くストレートに関してはマッスラとかナチュラルシュートに変わってたんですが、藤波選手に関してはストレート表記のままでシュート方向に動きます。で、これに関してはおそらくね、固有球種扱いなんじゃないかなと思います。で、それがなぜかというとね、今回登場してるね、村上選手が右斜め下のね、ツーシームファースト持ってるんですよね。で、横浜で登場してるね、山崎康晃さんも右斜め下のツーシームを持ってますと。なんですがね、変化球の挙動変更されたのは山崎康晃さんのみっていうところでね、同じ右斜め下のツーシームでも山崎さんのはね、固有球種となってます。まあ、それと同じことがね、このワールドスター藤波さんのストレートでも言えるんじゃないかなと思います。というわけで、まあ、ストレートっていう表記なんですが、固有球種扱いでシュート方向に動きます。というわけで、阪神純正リアタイ勢必須投手となってます。で、特殊能力は長打三振、剛速球、荒れ球となってます。というわけで、TS と特殊能力同じなんですが、シリーズ1、シリーズ2の違いで剛速球が剛速球回に変わってます。続いて通常 S ランク村上選手です。というわけで、村上選手に関してはね、シリーズ1でセレクション登場していたんで、スピリッツ4400はすでに登場しているんですが、純正最強決定戦前に通常の4400も登場してきました。で、能力に関しては9位から79、77、74の称号で9位請求 A 同値が狙えます。で、セレクションから9位がプラス5、請求がプラス3されています。というわけで、セレクションに関してはね、デフォルトで全同値っていうところで、まあ、全同値っていうのがね、いいところなんですが、こっちのね、通常に関しては称号で9位請求 A 同値狙えるっていうところで、まあ、全同値にこだわらない方はね、もう4400から4400の継承にはなるんですが、この通常に継承しちゃっていいと思います。で、投手適性が先発メインで、凸5で中継ぎ可能です。というわけでね、中継ぎ適性が S から F に落ちてます。で、球種に関してはこんな感じで、ストレートがマッスラに変更されていて、あとカットボールが新たに追加されています。そして B 球種が2つになりました。というわけで、まあ、純正最強決定戦的にはね、表の3ステも強化されてますし、B 球種が2つになったっていうところもあるんで、まあ、本当にね、全同値にこだわらない方はね、継承でいいんじゃないかなと思います。で、特殊能力がキレコントロールのびというわけで、緩急と外角が消滅して、超キレと伸びがつきました。というわけでね、まあ、球種がね、あまりリアタイ向きではないんで、あまりね、リアタイで使う方は多くないかなと思いますが、特殊能力に関してもね、若干リアタイ向きになったんで、まあ、全体的にね、セレクションから強化されました。はい、というわけで、ここからは下位ランク見ていきましょう。というわけで、まずは A ランク大山選手です。で、A ランクに関しては表3ステプラス10となります。というわけで、弾道アーチストリーミートから76、78、67となってます。というわけで、通常 S ランクからミートがプラス5されて登場しますと。で、さらにね、セレクションからもね、ミートがプラス1されて登場してきます。というわけでね、セレクションでね、ミパ同値狙えたんですが、この通常 S ランクに関してもミパ同値狙えます。なんなら称号の難易度は下がってます。で、ミパ同値じゃなくてもね、パワー A っていう選択肢もあります。で、守備適性に関してはプラス5なんで、ファーストが C64、サードが C64、レフトが D55、ライトが D54 となります。で、裏の3ステに関してはプラス3なんで補給から62、45、73となります。というわけで守備能力一切変更ありませんでした。で、特殊能力に関しては第1しか分かってないんですが、超アーチスト維持となってます。というわけでね、この大山選手に関してはね、セレクションで4400登場してるんですが、まあ、セレクションよりね、強化されてるっていうところがあるんで、まあ、純正最強決定戦までにね、登場してくれば、もう本当にね、なんでセレクション取ったんだっていう能力になるんですが、まあ、すでにね、セレクションでも登場した村上選手出てますし、ファーストに関してはね、シリダも追加遅かったりとかね、あとはね、大山選手以外にもね、清宮選手っていうね、アーティストがもう一人いるっていうところで、若干ね、登場は遅めかなと思うので、おそらくね、純正最強決定戦までには登場してこないんじゃないかなと思います。ただね、これでね、シリーズ2にね、降格が残ってた場合、もうね、シリダの 2US ランクからはね、普通に継承していいですし、ミパ同士を決めたい方なんかはね、むしろセレクション持ってても、同じね、4400のね、この 2US ランクに継承した方が、ミパ同士の難易度は下がるんでね、ワンチャン継承もありなんじゃないかなと思います。ただね、大山選手に関してはね、何かしらタイトル系を取るんじゃないかなと思うので、おそらくね、ベストナインタイトルホルダー選ばれると思います。で、ベストナインタイトルホルダーに選ばれると、表3世がプラス1されるんで、ミートから77、79、68となります。だけどね、称号でミパエ同地が狙えます。なのでね、ミパエ同地狙える大山選手に関してはね、2021年シリーダンのエキサイティング以来ですし、その頃はね、パワーヒッターだったんで、この大山選手が降格持ちで、ベストナインタイトルホルダー選ばれた場合ね、アーティストミパエ同地降格っていうね、もうほぼ完全体の大山選手が登場してくることになります。続いて B ランクいきましょう。というわけで、抑え岩崎さんです。で、B ランクに関してはね、表の3世プラス15なんで、9位から78、79、65となります。というわけで、称号次第で9位請求 A 同地が狙えます。だけど、この岩崎選手に関してはね、シリーズ2能力アップ予想のね、中でも取り上げたんですが、その中でも予想してた通り、称号で9位請求 A 同地が狙えるようになりました。ただね、請求がね、80から79に下がるとはね、思ってませんでした。ただね、称号で9位請求 A 同地狙えるっていうのは結構いいポイントとなってます。で、一応ね、シリーズ1からだと、9位がプラス3、請求がマイナス1されてます。で、投石生が抑えメインで、トツ3で中釣り可能です。だけどね、今シーズンに関してはね、序盤中釣りで始まったんで、もしかしたらね、中釣り適性上がるんじゃないかなと思ってたんですが、C 維持でした。で、九州に関してはね、今シーズン2シーム投げてるっていうところで2シームつくかなと思ってたんですが、つきませんでした。で、なんならね、ストレートの9位が A から B に落ちました。で、特殊能力に関してはね、第一特殊能力、超重い球は維持となってます。というわけでね、岩崎選手もね、称号で9位請求 A 同地狙えるんで、もしかしたらね、今度の純正最強決定戦ではね、セレクション村上さんのままでいいかもしれないですが、シリーズ2最後のね、純正最強決定戦では、通常4400に継承した方がいい可能性もあるんじゃないかなと思います。続いて C ランク井上選手です。というわけで C ランクの表3戦に関してはプラス25なんで、弾道高弾道でミートから50、68、66となります。というわけでね、というわけでシリーズ1からパワーがマイナス1されて、総力がプラス2されてるんで、称号でパワー総力同地が狙えます。で、守備適性に関しては、プラス15なので、ライト適性が45となります。で、裏の3世に関しては、プラス9なので、補給から37、53、71となります。だけどね、守備能力に関しては一切変更ありません。で、C ランク、D ランクに関してはね、特殊能力がわからないんで、特殊能力はまだわかりませんが、一応ね、シリーズ1に関しては、超プルヒッター、固め打ち逆境でした。で、井上選手に関してはね、今シーズンね、ある時期はね、1軍にいたんですが、もう終盤はね、全然1軍にいないんで、おそらくね、シリーズ2登場ないんじゃないかなと思います。そしてラスト D ランクいきましょう。というわけで D ランク湯浅選手です。で、D ランクに関しては表の3世がプラス30なんで、9位から78、77の63となります。だけどね、シリーズ1だと9位80、請求78だったんですが、9位がマイナス2、請求がマイナス1されて、9位から78、77となります。なのでね、9位請求 A 同地は狙えなくなりました。ただね、9A か請求 A は狙えます。というわけで9位請求 A 同地の湯浅くんが欲しい方はシリーズ1獲得しておいた方がいいです。で、投石性が中継ぎメインで、凸なしで抑え可能です。というわけでね、シリーズ1は抑え適性 D だったんですが、序盤ね、抑えで投げてたっていうところもあって、抑え適性 S になりました。なのでね、湯浅選手がね、抑え S になったんですが、岩崎さんはね、抑え適性上がらずでした。で、変化量に関しては、パワーカーブの変化量が2から4に上がってます。で、球種に関してはね、特に変更なく、B 球種の数も変更ありませんでした。で、特殊能力に関してはね、D ランクなんでわかんないんですが、一応シリーズ1に関しては、超対ピンチ奪三振伸びでした。ただね、湯浅選手に関してね、今シーズンあまりね、登板できてないっていうところもあるんで、シリーズ2はね、登場してこない可能性高いんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回は9月1日に登場となったシリーズ2阪神6名の能力チェックやっていきました。いかがだったでしょうか。というわけでね、個人的にはね、大山選手の守備適性がね、一切変わらなかったっていうところがね、びっくりして、結構ね、シリーズ1からシリーズ2でもね、変わるときは変わるんでね、サードレフトとかに関してはね、適性残るかなと思ってましたが、ライト適性も維持されて、サードレフトに関してもね、適性ダウンしなかったんで、ここに関してはね、結構びっくりしましたし、シリーズ1持ってる方はね、降格が維持されてれば全然シリーズ2に継承しちゃっていいラインだと思います。またからね、ファースト適性がね、64から変わらなかったっていうところはね、まあ、ちょっと残念だったかなと思います。というわけで、もしよければ皆さんが気になった下位ランク選手いましたらコメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今年は年内チャンネル登録者数5000人を目標に活動していますので、今回の動画参考になったなと思ってくれた方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また Twitter もやっていますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。